はい、まあ、河津先生、今回本当に原発のタイミングで地震が正月早々あったということで、はいはいはい、今望まれていることは何でしょうか。やっぱり今回の地震で改めて原発のその危険性の問題だけじゃなくて、例えば避難計画とかも機能しない可能性があるということが分かったわけですから、改めて今後再稼働するかも含めてもう一度考え直すようなきっかけになればいいなと思います。それをやっぱり政府も電力会社もちゃんと自覚すべきだというふうに思います。なんか新たに、まあ、分かってたことではあったかもしれないけど、新たに問題が出てきましたね。現実の問題になったということですね。可能性としてはあったんだけど、その現実の問題になったということが今回の地震の大きな教訓だと思います。なるほど。川田先生としては今後どんなふうにこう運動といいますか。まあ、私ができることは今日みたいにその科学的なレベルでその原発の事故が起こったら何が問題かとか、あるいはトリチウムにどういう問題があるかとか、そういうことをまあお話しして、それを社会がどういうふうに受け入れるべきか受け入れないべきかっていうのは、社会一般の人たちがこう議論して社会を変えていくしかないかなと思います。なるほど。ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。というところありがとうございました。ありがとうございました。